はい、どうも皆さん、お疲れ様です。Life is Strange True Colors。 はい、今回ちょっと失敗しましたけども、やっていきたいなと思います。はい、前回からの続きということで、前回はね、ジェダのこのバーのね、ところの、お手伝いをしながら物語の方を進めていったんですけども、ちょっとゲームの方から話があるから屋上に来てほしいということなので、この屋上のパートからやっていきたいなと思います。こう時間のこう系列が分かるようにね、だんだん日が落ちてきてるっていう表現もあるんで、素敵ですね。山々を見ながら。めちゃめちゃ自然に囲まれたいい街なんですね。怪我はどう？まだ痛い。ねえ、兄さん、本当にごめん。おいおい、キンキンに冷えてんじゃねえのか、そいつは。いい音。かっこつけてる？いや、まあ少しは つけてるんかい。でい、もお前がプロボクサーだったとはな。いいパンチだった。あれは本当にごめん。俺を雇ってくれよ。ほらセコンドで。もうだから本当にごめんってば。冗談だよ、気にすんな。俺の方だって。分かってなかった。私がヤバいって？そうじゃない、お前のこれまでの人生のことだよ。きつかったろ。ちょっとこの辺の英語の字幕と日本語の字幕がちょっと表現違う。お前の殴り方、慣れてる風だったからな。あの時は気づく余裕なかったけど、そういうことだろ。施設では喧嘩ばっか、いつも。そりゃ慣れるよ。そうか。隠し事があるのは分かってる。悩んでるんだろ。話してくれよ。全部打ち明けたいけど、あんなことした後だし、信じてもらえるのかな。心の内が出てるけど、選択肢でしょう。自分の過去の話をする、自分の力のことを打ち明ける。うわー、結構序盤にこういう選択肢ですか。皆さんね、Life is Strange シリーズ、まあ初めてプレイした方も初めて見るよっていう方もいらっしゃると思います。物語は全てプレイヤーの選択次第で変わります。というわけで僕はこちらを選びます。私ちょっと変で、人の感情がわかるんだ。なぜかオーラみたいなのが見えて、強い感情だとその感情が私に乗り移ってきて、それでおかしくなる。
いつからなんだ。もうずっと。さっきもマックの怒りがはっきりと私に伝わってきた。でも切れてるのは見りゃわかるだろう。マックはね、自分にも怒ってたよ。ライリーを失うかもしれないって。自分のせいでね。なるほど。誰に聞いた？誰かに聞いたりしたわけじゃなくて、ただわかるの。結構序盤に今回は自分の力のことを伝えるんですね、身近な人に。疑うのもわかるよ、兄さん。今までの過去のシリーズだと普通じゃないからね。でもこれはだいぶ隠すっていうのがね多かったんですけど。俺の感情わかるか？今はわかんない。感情が高ぶってないと無理なんだよね。そうか。まあ信じられないよね、普通は。人の感情を感じられるんだよな。うん。心の中を覗く感じ？まあ、それに近い感じだな。そんなとこかな。超能力じゃねえか。それマジで言ってる？マジだよ。話ちゃんと聞いてた？大変なんだよ。すまんすまん、俺的には羨ましかったからさ。その俺が人の気持ちを全然わからないからってシャーロットが先生になってその辺のことを教えてくれてるんだけど、お前は別次元だよ。心が読めるなんてさ、すごく特別だ。そんな風に思えない。兄さん殴っちゃうし、ありえない。そりゃもちろんいいことばっかじゃないだろう。でもお前は強い。その力をうまく使えばいいんだ。これね、今ねすごくセリフのシーンなんで、皆さん俺がついてるから頼ってくれ、いつでも。すごく個人的にね、このゲームすごいなって感じてるところが一個あるんですよね。顔の寄りになった時になったらわかるんですけど、目元の動きっすよね。まばたきだったりとか、あとはね、ちょっと目の瞳がこう左右に動くとか。あのギターはいつくれるの？モーションキャプチャーはすごいですね。なんだ、見つけたのか。びっくりさせたかったのに。したよ。で、どうだ？やばいね。テンション上がったよ。そうか。やっぱりな。いいお兄さんですね。よう、ライアン。よう。イーサンはいるか？あいつなら家にいるぞ。でも連絡がつかなくてさ。鉱山行っちゃったんじゃないの？ねえ、まさか。いや、くそ、やっぱそうだ。なんだ？山に行ったんだと思う。本当にそうならかなり危ない。急ごう。そうだな。あら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 、ほら、やっぱりそういうことなんじゃない？
大丈夫かな。ライフイズストレンジシリーズにおいて山とか洞窟とかかなり嫌な思い出しか僕はないんですけど、大丈夫ですかね。鉱山に行ったのか。ここは鉱山の入り口って感じかな。兄さん、兄さん、早く出てくれ。ダイヤはレンジャーだからな。この山の怖さもよく知ってる。こっちだ。久しぶりに来たけど、すごいありさまだな。ここ一体何なんだ。ここなんかヤバそうだね。そんなに緊張してると何かあった時動けないぞ。どうだ、タイフォンの保安課と話ができた。爆破は中止にしてくれるってよ。はあ、不安の種が減ったな。おい、どうした。シャーロットも心配だ。彼女は強い、平気だよ。さ、探しに行こう。そうだよな、そこも心配だよな。ったく、俺たちがこんなことしたら親父に死ぬほど怒られたろうな。ねえ、見つかるよ。ああ、だな。恩に着るよ。俺にこのこと話してくれて。いいって。よし、探索開始だ。何かあれば言ってくれ。なるほど、任せて。うん、多分ちょっと懐中電灯。そもそも行動にはどこから入るんだろう。あんなことがあったけど、初日に仕事ゲットできたのは良かったな。あの二人別れたんだ。そりゃそうだよね。おめでとう、マックアウトって。はーい、落書きされた扉。あっちはあんたの評価なんて気にしないだろうけどね。なし、下の一覧表。なし、なし、ヘルメット、安全靴。もちろんなし。はい、ないですね。ポジティブな心構えなんてあるわけないだろう。今夜予定の爆破、兄さんが止めてくれてよかった。ほんとだよ。これ多分さ、お兄さんにちゃんと言わなかったらさ、爆破が止まんなかった可能性だったらってことだよね。はい、今日バックに飲み明かさねえかとかやってたのかな。怖い怖い。鉱山の道具って人殺しに使えそうなものばっかり。エアハンマーだよ。悪ガキどもの宴の跡か。あ、なんかあれ、ヘルメットだ。ボロボロだ。何があったんだろう。トロッコもあるよ。一度乗ってみたいんだけど、これは無理。アレックスから聞いてたのに止められなかった。俺は大バカ野郎だ。すごく心配してる。早く見つけなきゃ。しっかりしないと、全部俺にかかってるんだから。不安を顔に出さないようにしてるんだ。イーサンを助けたら私にも作ってくれるかな。はい。あ、ジェドか。地獄から我々を救ってくれた自動流感を叩いて。よーし、じゃあ行くか。この中に閉じ込められた。こんなところに入ってる。ここで何が。落盤だよ。たくさんの人が死にかけた。崩落事故だ。でもジェドがみんな助けたんだ。それがジェドが英雄と呼ばれるゆえんだ。
で、タイフォンはここを閉鎖して、ジェドにあの店を与えた。へぇ、もともとはじゃあ、ジェドも作業員だったんですね。同じだ。なるほど。この壁みたいのはあっちの方角ってことかな。こん中に入って見当たらないな。ここじゃ。これ見て。マジか。そっくりだ。漫画の主人公は地下にあるモンスターの巣を目指してるんだけど、この地下って行動が広がってる。入れないかな。漫画でもそう。だから主人公は別の道を探すのに見晴らし台を使ったみたいなんだけど。あれか。あれだ。イーさんはきっとあの小屋に行ったんだよ。名探偵だな、X。すごいな。ゲイブ、あの門開けられるか。うん。加工場を通り抜ける方法もあるんだけど、閉まってるんだよな。調べてみよう。怖いな。何が起こるか分かんないから。兄さんはこの漫画を読むと、あっちが行けなくて、でゲートが開かなくて、オッケー、ここか。またライアン。しっかりしないと、全部俺にかかってるんだから。何かあったら言ってくれ。オッケー。漫画。漫画の中にこれがあったら、性能は入り口。 A さんを見つけるまでこれに乗って遊ぶのはお預け。開いた？どう？勘が鈍ってはいるが、いけそうだぜ。なあ、さっきの話だけどさ、もしあいつが怯えてたら、わかるのか？離れてても。試したことはないけど、でも、強い感情なら、いや、どうかな。うん、やっぱ無理か。なるほどね。それだけ心配してるってことだな。で、この漫画に合わせていかなくちゃいけなくて、上に登ったのか。ここは通ってないはず。OK。通ったルートがどこかにあるはずだぜ。この上に行ったんだね。漫画には書かれてなかったはず。どこを通っていったの？ここか？イーさんはここに入ってったの？この裏ってもしかして入り口？さあどうだろうな。怖くない？開けよう。ああ、でもあんな子供の力一人でいける？あ、隙間を通ってったのか。そういうことだ。これも漫画にあった通り？慎重に行こうぜ。電気つけてくるから、イーさんを探してくれ。明らかにやばい。足元要注意だな、頭上とな。さて、探しに行こう。さて、イーさんはどうやって。
上に行けっつってたよな。オッケー。あの子は上に行ったはず、はい、兄さんはこの階段登ってったみたい。でも上に出口なんて。ちょっとやってみるぞ。会話中に R1 で選択肢。OK 慎重にね。ランチボックス、あれ何かあるっすね。お菓子とか何かいいもの入ってるかも。言えないか。漫画と関係なし。よし、じゃあ足元要注意で行くぞ。電気はつけてった方がいいのかな。感情に異常はなし。ちょっと電気つけた方がいいんじゃねえか。ずいぶんボロボロになっちゃって。電気はつかないかもな。なるほど。動かないみたいだね。Eさんが通ったのはここじゃないね。他を当たってみる。よし、じゃあ上に戻ろう。この上だな。さあ、皆さんね、ちょっと今回はね、ここまで来てはいるんですけども、ちょっとね、収録時間も20分ぐらいは過ぎてしまって、ちょっといい時間帯なので、今回はここまでにしたいなと思いますよ。次回はこのパート、Eさんを探すところからやっていきたいなと思うので、楽しみにしておいてください。次回もお楽しみに。お疲れ様です。